スモールさんインターネットラジオこちらは中小企業サポートネットワークスモールさんがお届けするインターネットラジオですスモールさんでは現在1600名に上る中小企業経営者が専門家とともに学び成長していますお聞きの皆様もまだの方はぜひお仲間になってくださいさて本日の放送はトモトリエコの ものづくりサポーターズ。はい、えー、こんにちは。こんにちは。十一月も。本当に今年の残すところ、<な>あと二ヶ月。そうですね。はい、まあ、二か月って言っても、この番組はもう、あと一ヶ月ぐらい終わり、ね。そうですね。どうでした、今年は。 ですかねいつも通り充実してましたけどなんかもうますますって感じですよね <laughs> お肌の艶も良くやがあってもう一生懸命ケアしてます <laughs> て僕最近ちょっとケアが追いつかなくなってますけどもいやいやいやもういやいやかっこいやいやえやい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 でいやいやいやいいや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 い 今日も楽しく、はい、番組に続けたいと思いますので、はいえー、よろしくお願いします。ますじゃあ番組のタイトルコールし、はい、たいと思います。はい。どうもどう？リエコのものづくりサポーターズ。 ということで、えー、<laughs> 今日もいつもと同じような形で始まりましたけれどもはい、はい、えっ、ー、と今日のゲストは今日は横浜電子株式会社の代表取締役神田和弘さんにお越しいただいておりますはいえー、今日もいろんな話を、はい、聞きしたいと思いますのではい、えー、よろしくお願いいたしますよろしくお願いします。たもとリエコのものづくりサポーターズ。 説明など、知的創作活動の多くは実は中小企業によるものですそんな中小企業の知的財産を企業と共に守りたい日本経済の担い手技術立国の立役者ひたむきにメイドインジャパンを支える中小企業を私たちは心から応援しますパワー・オブ・イマジネーション 方針国際特許事務所。ともと、リエコのモノづくりサポーターズ。はいえー、っとそれではですね早速、はい、あの今日のゲストのご紹介をしていただけますでしょうか。はい本日は神奈川県横浜市からお越しいただきました横浜電子株式会社代表取締役神田和弘さんですよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。 えーと横浜電子株式会社、はいね、名前は、まあ、横浜は場所から来てるのかなっていうふうにう、ね、ちょっと想像したんですけれどもそれが何か違うような話もそう,あそうなんですね <laughs> あなんかもういきなり最初からですね <laughs>、はいまあ、そんなことで、えー、いろんなお話を今日あ聞かせていただきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。いす,お願いしますははいえー、それれででなんですけれども まあ、そういうふうにちょっと今いきなりね、うん、名会社の名前から実は秘密が一筋縄ではいかないんじゃないかなという、ええ、スタートですけれども <laughs>、はいえー、金田さんあのまず会社の説明をしていただけますでしょうかはい、えー、創立がですね1970年、えー、昭和45年からスタートしてますで、えー、株式に変わりましたのが1980年ですね でえー、創立当初、えー、名前は横浜電子なんですけど、えー、川崎の京町からスタートしたというふうに私の方は聞いてます私2代目でですね、はい、約5年ぐらい前に継承しまして、はい、今に至っているというところですで、まあ、業務内容はですね、えー、計測制御測定関係の開発設計政策から 電子応用機器の開発とかですねあとまあ各種システムの開発設計製作付帯するプリント基板の組み立て配線とかまあ開発関係も行っていますでまあ最近なんですけど自社商品というものをですね立ち上げて販売するに至っていますすごく幅広いですよねそうですねえ何でも失礼ながら社員さんは何人ぐらいでやって で割と少人数だと上がってますが、小島六名でやってます。うん、あ、そうですか。それででパートさんも入れて十名でいらっしゃってという。 いや今パートさんはゼロですねあ、はい、あそうですか六、はい、名でこれだけの幅広いものをやってらっしゃって、うん、そうですねあとは仲間がやっぱり古い会社なんで、えー、はい、はい、周りの仲間がたくさんいてんんだいぶ助けてもらってますその仲,お仲間っていうのはもう過去過去からずっといろんなこうどんな関係の仲間だになるんですかそうですね過去からの、えー、お手伝いしていただいているところも当然あるんですが、はい やっぱその時代の流れと、えー、扱っている商品の流れ製品の流れによってその都度時代の変化とともに変わってきているところもありますなるほどそうすると、はい、もう特にこうがっつり害虫みたいなもイメージとは違ってあ全然違す協力関係みたいな、ねはい、この案件によってあこれはちょっとあの低下してくんないとか力貸してくんないみたいなそんなうネットワーク的な関係ということなんですね。はいう もともと先代の社長さんの時はどういうだんだんその業種が変わってきたような業種というかそ,の製品がそうですね、はい、私が、まあ、知ってる理解している時は、えー、まあ主に柱になるメインのお客さんというのは3社ほどあって、はい、で、まあ、特に、えー、主力だったところが、えーまあ、カウンターとかタイマーとか作っていたメーカーなんですけど。うん まあそこのえ会社がですね新聞社向けのえ輪転機とか印刷機の制御盤関係をやっていた関係からうちの方はそこの,その制御盤関係をかなり多くならしてもらってました。じゃあその,元々の こう主力の仕事っていうのは、カウンター周りの制御だとかっていうのが、やっぱり多かったっんですか、ね。制御版が中心ですか、ね？版が多かったんです、ねはい。そうですねで。当時はパートさんが何人ぐらいいらっしゃいましたかね？十名弱いて、男性並みにーパートさんがこうがっつり頑張るっていう。はい、そんな会社でしたね、はいで。その時代っていうのは、その神田社長が。 こうつがれるタイミングのかこう前かなりかなり前の話になるんですね。そうですね。ちなみにどれぐらい前のお話になるんですか。私が二十前半の頃なんで、二十代前半なんでもう二十年ぐらい前。ああなるほど。ちょっとサバイブしましたけど。あのガッツリ年齢は聞かなかったんで、聞く話でもあれかなと。なるほど。そうすると今の話はこう。 聞き伝えの話みたいになるんですか。あの、私入社する以前は、確かにその、き、聞いた話なんですけどね。はい、その川崎の京町発祥とか、はい、そういったところは、うんうん、あの、まあ、先代から聞いた話なんですけど。なぜ、横浜電子さんだったんですか。聞けてないんですねあ。あ、まだ聞いてないんですか。はい、そこはあ、そうなんですね。はい、不思議ですね。まあ、いろいろあるんですよね。はい、そうですね。<laughs> <laughs> 今は横浜市の方にいらっしゃるから <laughs>、はい、先代の社長がそれをなんかこう予言してたというかどうする先見の目があっ,んじゃあったのかもしれないですね。という感じですよね、えーえー。その制御盤なんですけれどもどういったものの制御系が多かったんですかね臨天機とかのでその後ですね、はいえー 面計っていうものがあって、はいまあ、いわゆるガソリンスタンドとか<ー>、はい、そういったところで使われるものですよねうでそういうものをまあ営業して取ってという,う受注してという,うんで、まあ、そんなに長い時代は続かなかったんですけどそれで、あのー、次第に今の幅広い測定器だとか検査装置の方にも そうですね最初は平成5年頃からなんですけどきっかけはその柱になっているお客さんの方からですね、うん、まあ自社だけに頼らずちょっと外部にも目を向けてくれということで、はい、まあそういう時代だったんですよね。えー、でまあ営業しなくちゃいけないということで,、はい、で私自身もちょっと営業に自信があったもんですから率先して。 まあ当時製造をやらせてもらったんですけど、うんはい、率先してちょっと表になさせてもらって、うん、でまあ飛び込みですよね突然で飛び込みでとにかくお話聞いてくださいというところで、うん、そこから、うん、あのダボハゼのように何でも、うん、食いついてもう受けた以上は絶対、うんはい、形にして収めなくちゃならないという。えーね こことでこうやるようになってかなり裾がが広がっちゃす、はいはいえー、その制御版に限らずあの御社のホームページも拝見すると幅広いものがたくさん製品として扱っていらっしゃいますけれどもその営業の結果だんだん広がってきてメカトロニクスとか最近の自社商品にもつながっていくんですかね。 最近の自社製品っていうのは具体的に言うとどんなものが自社製品になるんですか最近だとですねあの、まあ、このネットワーク画像関係なんかあの、まあ、映像とかですね、はい、あのまあ音声の電波とかそういうものにいろいろ使われるんですけどまあ弊社の作っているものは、まあ、NHK さんとか、まあ、民放各社が、うんえー、創出とかそういったところで利用する。 システムの、まあ、ラックの中に入るものなんですけどそういうものを、まあ、開発して今代理店、あのー、に頑張ってもらって数百台これ<ー>、うん、売れてる商品なんですよね<ー>でこれがだいまあ自社商品の先駆けみたいなところなんですけど、はい、ここから現状はあのライジングボラード鬼という商標、うん、登録を取ったものなんですけど。うん 鬼という製品の名前なんです。鬼そうなんですよ、鬼なんそうに。かっこいいですね。このロゴを見るとロマ字で。これ海外に向けて発信したいなっていう <laughs>、はい、将来的にね、えーえー、そういう気持ちもあったんで、はい、こういうロゴを選びました。はい。うん ライジングボラードってあのご存知じゃない方もいらっしゃると思うのでちょっと教えていただいてもよろしいですかはい、まあはい、主にこれセキュリティの関係で使われるんですけど、はい、あの海外だとテロ対策品で使われます、はいはい、で、まあ、日本だとですねセキュリティを強化したいということで、はい、あの許可車両だけが通行できるような、はい、そういうシステムなんですけど、うん、これなるほどそこに制御が絡んでくる あそうでですねはいもともとの目的はうちはそこの制御版を、うん、あの受注するために頑張るつもりだったんですけど、うん、お客さんの強い要望っていうのがあって、うんはい、でどうしてもその設計者も限られた人しか設計できないというところもあったもんですから、うんうん、そのお客さんの思いになんでしょうねあの、うん、負けるわけじゃないんですけどまあつ まあそこまで言われるならという感じで、えー、うん乗り出してですねこれ設計に3年ぐらいかかったんですよ、えー、はい試行錯誤を重ねてようやく去年の春からですね、はい、まあきちっとした製品化ということで販売するようになってうんこの特徴は何かあるんですかね特徴はですね、はい、これ通常だと、えーえー メカ、えー、油圧式のシリンダーを使って駆動させたり、はい、電気のモーターを使って駆動させたりするんですけど、うんはい、うちの場合は、えー、エアーシリンダーを使ってて駆動させてます、うん、あですので何かこう障害があった時に、うん、油漏れとかそういった環境汚染がないようにそういうい部分ですかねやっぱりその不法侵入だとかテロを防ぐには短時間でこうバッとこう立ち上がるとか。 突破されない強度だとかそういうのも3年の間に相当いろいろそうですね錯誤されたわけですよね。えー、まあ海外の、えー、とアメリカの国防総省だと K4 というクラスに相当する一応力を持っているという。じゃあもうそこらへんは先ほどおっしゃってたように海外マーケットをもちゃんと視野に入れて。 そうですねどうせだったらということで名前だけじゃなくてそういう企画もみんな合致するようにそうですねうんちなみにまだ海外の販売実績っていうのはないですね楽しみですねそうですね今国内のあれですね有名な高級車を止めるとかそうですねもうそういう販売実績はなるほどね こののんかアメリカ大使館になんかあったような気がしますけれども、はいえー、同じようなう仕組みなのか、はいうん、昔はこうガラ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 って横からこう引いてくるやつとかいろいろあったんですけどねちょっと今までの話の中で実は私はちょっと興味があったのがあの神田社長社長に5年前になられたっておっしゃってましたけども。はい その前ってどれぐらい会社社長になる前ってどれぐらいの期間があったんですか ?23 の時に確か入社してるんでで17年ぐらいですかね、えー、それで先ほど平成5年に営業みたいなことをやりやるようなことが始まったということですねそうするとやっぱり かなり作るっていう方の知識とかはその最初の期間でお持ちになられてたっていういや全然ですね、うん、ほぼゼロに等しいんじゃないかなっていますあう一応それなりにこうやっていて、はい、で自分の中でもあのー、まあ分かることと分からないことってのがいっぱいあったんで,、はい、で正直なところそこら辺はあのー、半ばはったりで、はいえー、いい言葉かどうか分かりませんけどそういったあれで飛び込み営業をかけて。うんうん ででまそううすねも実際に OJT とかそういう言葉ありますけど仕事を受注をしながら学んでいったというかかなり板金屋さんにもお世話になって細かいところですねこういうものは曲がんないよとかこういうところはこうしないとダメだよとかっていうのはもういろんな方に教わってそれで覚えていったという。 そうするとあの営業が得意だったっていうことを先ほどちょっとおっしゃってましたけど、まあ自信があったですね。自信があ自信だった。それはなんかど,どのどの部分からその営業自信があったっていうのは、<ー>その前は営業されてなかったわけですよね。そこ行っちゃいますか。<笑><笑>いきなりちょっと学信にやっちゃうのはな。<laughs> いやーあのー私自身がですねその新卒であの就職する時にあのインテリアコーディネーターっていうのをやりたいという夢があったんですね。なんですけどあの入った会社がインテリアコーディネーターは部門があったんですけどなぜかあのまあ家具屋さんの方に入社したんですけどなぜかあの婚礼家具のブライダル営業部に回されてでそれを。あのー 学校の先生にもちょっと話したんですよねなぜかちょっとブライダル営業部に回されちゃったんだよなんて話をしたら「えー、お前にぴったりだ」転 <laughs> <laughs> 天職だ」みたいなこと言われて、はい、本当にあに自分でも嘘みたいに、はい、あの新,新入社員13人ぐらい,いたんですけど、はい、営業トップの成績で。 重鎮の先輩方も抜いたりして当時某大手メーーカのベッドメーカーですね某大手ベッドメーーカの協賛でんかお客さんを呼んで展示会の中で商品を販売していくことがあってそこで営業マンは競争させられてトップがハワイ旅行かな2番目が香港だか台湾とかって。 であの見事にその香港台湾みたいなところまで行ったんですけど私新人なんで先輩に譲ってですね成績よりもそういう時代でなるほどえっとんかいきなり面白い話題に頭突っ込んだところでもう15分が終わってしまったのでちょっとここら辺でまた今の話をちょっと深掘ってみようかななんて思いながら一回ちょっと CM を終わりたいと思います。 ニトリマイクロナノバブルのシャワーヘッドは節水効果だけでなく洗浄温浴保湿作用があり全身で感じる美顔器とさえ言われています私たちは真鍮加工をベースに培った特許技術で世界に通じるそんなシャワーヘッドを生み出しました医療、農業、水産、 美容食品加工その他あらゆる分野でその技が光ります田中金属製作所はいえー、っとそれでは後半に入らせていただきたいと思いますけれども、えー、っとちょっと前半ね、はい、あの実は今の会社に入る前の。 あの社会人1年目ぐらいの,、はい、<laughs> あの神田さんの話に、えー、ちょっと触れましたけれどもそ,、ねまあ、その時に自分は営業としてちょっとすごいぞみたいな。ねうぬぼれじゃないんですけど、ね <laughs> まあ、きちっとその教わった部分もあったんで、うんまあ、そういうものを生かす、うん、生かせるかなと、うんなはいう、まあ、後会社今の会社 入られて、まあその営業の能力っていうのを使わない時間が随分あったんですね。そうですね。はい。その時代っていうのはどんなことを主にやられてたんですか。まああの京電電気の方なんですけど、はい、やっぱり電気の方で当時そのキャドのオペレーターというのがいなくて、はい、でまだキャドはその出たての時代だったんですよね。はい、で、まあひょんなきっかけからそのキャドを その独学するような形になって、うんはい、でまあ CAD をやりながら設計を行うようなうそういうことをやってましたでももともとそういう技術旗ではなかったってことですよねだそうですね元のが、まあ、学校だとかそういうところでいうとう、ね、決してそういうフィールドではなかったただその CAD やった時はやっぱりその地図にないところに、うん、あの うん、あとあと地図に残るようなものを作っていたのではい、だそこがもともとあれですかねひょっとしたらインテリアコーディネーターっていうそのところとちょっと結びつくかなところがありますよね。とう作るっていう意味では何かこう自分でイメージをこう形にして何か仕上げていくっていうので共通があるんでしょうね。それが一つやっぱり、はい あの独学でもややろうっていうなんかモチベーションにもつながってたんですかね。そのかもしれないですよね。今考えれば。なんか結局インテリアコーディネーターもあのセンスでいうと同じようなね今あのさんおっしゃってましたけど、無から有を生み出すみたいなね。全然センスはないんですけどね。なるほど。それでえっとまあ営業に出るまでの話っていうのに。 やっぱり、こう、どっちかというと、こう、作るサイドにいらっしゃったわけですね。そうですね。作り手の方ですね。うんうんうん、あの、社員さん少ない人数で、皆さん、その、役割分担とか。どうなさってるのかなと、一人が、その、専属である仕事だけだと。それ、だと、ちょっと、すべての製品を、こう、作りきれないところもあると思うんですよ。どういうふうに、その、なんですかね、人材育成とか、役割分担とか。 やっっってらしゃたのかかなと現状ですはいその当時からと今と全然あの業態はの変わってないんですけど会社の中の形態はだいぶ変わってまして当時は社員の方が23人しかいなかったんですね2人ですねでもうパートさんが女性のパートさんがメインだったんですよ 現状に至っては逆にあのもう女性のパートさんは、うん、あの高齢化しちゃって、はいうん、徐々にあの退職されてですね現状は、うんえー、男性社員だけの形になってます、はい、まあ将来的にはちょっとまたね、うん、違う方向に行くかもしれませんけど、うんはい、現状に至ってはそうですね、うん、その受けてる仕事もちょっとそれとともに変わってきたわけですよね。昔女性のパートさんが やってくださっていた仕事とあんまり変わってないかもしれないですね。<laughs> そうなんですね。えー、たまたま今現状では男性の方が増えてきたというただあのアウトプットとしての商品はもう全然変わってきてるんですよね。あ、まあそういった意味では,で、ね、うう味は違うんですよね。ねはい、いやあのちょっと私ずっと聞いててあの疑問に思ったというか聞いてみたいことがあったのは通少数とか小さい っていうことの強みって何かこう特化するとか絞り込むとかっていうのがバンと浮かぶことだと思うんですけども神田所長の会社がこう提供してるものを見るとパッと見た感じこう関連性とか何かいろんなことやられてるんだなーって思うんですけどこの規模でねこんだけのことをやるってちょっと僕自身がなかなかイメージがわかないんですね。つ,つ強くするっていうのが なななんんかか秘密がああるんじゃないかなまあ、人なのか持ってる技術なのかそこは何なのかっていうのが非常に興味があ,あるんですけどもああのまあ、基本ベースになるところはやっぱり電気電気子のの制御の部分なんでですよねうんでどんなものでもまあ言ってみれば携帯とかスマホとかそういうものでもやはりその制御。はいはい まつわる部分って必ずあるので、はい、ある意味うちはそこをベースにどの分野も問わず発展させられた,、うん、たらいいなっていう,うそういうところですかねで、はい、もうその営業に自信はあったけど、はい、どのお客さんに飛び込んでいいかっていうその切り分けがこう自分の中でうまくできてなかったんですね当時。なので、うん、あのであ 下手な鉄砲数打てば当たるじゃないんですけど、えー、打ちまくってました、ね、でまあこういう形になっちゃったっていうのが実際のところなんですけどね、えー、今はやっぱり成功率かなり上がってきてるってことですよね最近はですねあの飛び込みは正直ゼロに等しいです<ー>あのまあちゃんとした調べして、はい、そこから あのつながりを探したりちゃんとそこからへんはアポを取ったりですねやりながらやってますけど無茶ななことはしいやはりあれですかね近郊のお客様が多いですかね。とも限らないですね遠方で遠方愛知県のお客さんもありますしでもいろいろ情報を下調べされてそうですね。社の 製品をきっと必要とされるだろうということで。営業の方は何名ぐらい対応。今営業は二名います。で、まあ、私も、あの、まあ、代表取締役はやってますけど。それはどちらかというと、名ばかりで、営業。そうすると、三名ということ。まあ、そんな感じですよね。役割分担とか決まっているんですか。役割分担ですか。大きな役割分担は、まあ。 営業と技術と製造というふうに3つに分けてはいるんですけど正直あの小さい会社なもんですから小規模の企業なので手の空いているものがいればあの立て込んでるところに入っていくと。かといってやはりその製造が技術の仕事はできないのでどちらかというと技術の人間が製造の方に入ってものづくりを一緒に手伝ったり営業の方のまあ 礼配関係ですね、購買関係を製造の方で掛け持ちしてもらったりという。えー、やっぱりどうしてもそういったところで、えー、あの掛け持ちは出てきます。えー、そうすると、やっぱり製造とか技術の方が営業をやるっていうのは。ないパターン。まあ、ほつまんどな,いです、ね、ないパターンですね。なるほど。技術の方は一番、そのオールマイティというか、まあ、あのもの。作るっていう意味では、製造もお手伝いできるし。あの商品も。 ある時制御盤頼まれたらある時はメカトロを作るとかこう多能効果が進んでるっていうことですかね。って言ってみればその結果板金さんやさんともお付き合いができてあれですね研究所向けの筐体だとかそういうものも作られて。 そうですね,ま,すねまあちょっとあとでお話ししようかと思ったんですけど最近熱伝導率測定装置というものまでこうやるようになって、はい、まあこれなんかまさにその研究所とかですね<ー>そういったところでこう扱ってもらってるものなんですよね。どういうものでしょうか熱伝導率測定とは。これはですね、はい、あのー、まあもともとうちにあった技術ではないんですけど。うん あのこれそのものはですねあの断熱材とかそういったもの、はい、まあそういうものの熱の伝わり方を測定すする装置です、はいうんはい、分野で言うとどういうところに使う分野ですかね、はい、分野は今日船舶鉄道とかですね、はい、あと建材うんうんそういうところですかねあ。 船舶でこの装置を使うっていうのは具体的に言うとどういう使われ方をするんですかもともとこれをその開発するにあたっての経緯はあのまあ船舶関係のところからの相談という話は聞いてるんですけどまあその燃料を輸送してくるときにあの赤道を通るとどうしてもその断熱材の精度によって燃料が半減してしまうと非常に不効率ということで。 あの蒸発しちゃうってことですねそういうことですねだからこの装置が必要で良い断熱材を使うことがエネルギーのロスを少なくするうそういう、ね、そういうその断熱材の開発の場面でこの測定装置を使って、ね、良い素材を 開発していただくということですかね。そうですね。これで一番基礎のまあデータと言われているところなんですけど、はい。あ、データの基礎がないとハードだけでは判断ができない部分なんですね。のデータを正しく取るのにこの装置がそうなんですよね。まさにそうですね。はい。正しくってところがキーワードで。 標準器にもなられてるとか、そうですね、えーはい。よくご存知で、よろ <laughs> <laughs> しました <laughs>。そうするとね、このこの装置っていうのはデータを取るっていうのが目的の装置なんですね。はい、のそ,そのデータを解析するっていうのはまたそのこれを持たれているところが研究所がやることになるんですね。はい、そうですね。ね、はい。はい、熱伝導率を正しく測るための環境作りと。 のセンサーの技術がすごく難しいと思うんですよ、うん、そうすると先ほど社長がおっしゃってたようなその制御で全てちょっと幅広く見える製品をうちはそこをキーに進めていくっていうふうに伺ったように思うんですけれどもやはりこれもそれが共通の技術になっているということですかね。そうですね今 結構熱伝導に関して言うと、まあ、あのこういう断熱材もそうだし、うんはい、塗装とかも結構その熱をね跳ね返す塗装とかも出てるんだけど、うん、実際どれぐらい効果があるのっていうのは、うん、まあもう前唾もの頃からいろいろちゃんとしたものであるらしいんですけど <laughs> やっぱそこがちゃんと測れないから、はい、買う方も本当にって言った時の何、うんまあ、て言うんですかね強化みたいなものはないので。はい 買いいづらいとか実はこれ売る方も同じなんじゃないかなと思ってん、うん、なんかこのこの部分っていうのはいろいろ可能性が聞かないと絶対に今の断熱材が何でいるんだろうってわからないじゃないですか燃料が蒸発しちゃうっていうのはなかなか普通はそんなことが起こってるんだっていうのをも,もう知らないことが多いので半分の量にはびっくりしますね。 そうですね。うん、はい、タンカーがこうもったいないですよね。もったいないですね。はい、せっかく入れてきたのに、うん、ああ、省エネのためにもぜひそういう装置が必要ですよね。そうですね。うん。なるほど。ただ、とはいえ、やっぱりこれだけの商品をね。はい、あの、先ほどお聞きした六名とかっていう人数で、やっぱりトータルでこうパッケージにして、最後まで納品。にこぎつけなきゃいけないっていう中での。 うん、なんだろ、ご苦労だとか、秘密だとかっていうのはあるんじゃないかなって思うんですけど。いや、特にないですね。あそうなんですか。申し訳ないです。振ってもらったのに。えー、<laughs> いや、そうすると、ね、す例えば、お客さんから提案、はい、こんなのできないのって。えー まあ例えば来るとするととすそれをこうできるかなどうするかなっていうのをまあ例えば設計するとかねコンセプトを煮詰めるとかまあそこから始まった時にそういう仕事を御社の中でできるのかまあできない場合は誰かできる人とこういろんな議論を組重ねてまあ形にして提案をしてこんな形だったらできますよあいいねいつもってもらおうでまあそういうプロセスを僕なんかはこう。 あーって考えちゃうんですよね、うん、でそれが自社内でできるんだったら、はい、まあそれはそれでできるかなと思うんですけど、うん、今社長がおっしゃってたようにまあいろんな仲間だとか、うんえー、自社の社員って言っても6人っていう限られたスタッフの中でそういったことをどういうふうにこう回されるのかなーっていう、うん、そうですねあのー、確かにですね これできるできないっていう、うん、あのふる、まあ、いみたいなことは必要なんですけど、うん、その選別をする段階でまあたまに営業とぶつかったりするんですけどね、うんうん、まあ営業はやっぱり固くこの仕事は断った方がいいんじゃないかなっていうところでお客さんと接してくるわけですよ、うんはい、でもそれあんまりやっちゃうとまあそこの会社に頼んでもダメだろうなってお客さんの固定観念が先に先行してしまうと思うので。うんうん まあそれよりはとりあえず1回持ち帰って、うん、で社内でもんで,、うん、で社内でダメならまず仲間に聞くと。で仲間でできればもう受けちゃえというような、はい、ところであの現状は考えてますけど先ほどそのネットワーク画像の総置100台とかあの放送会社にこう打ってらっしゃるって話もありましたけどはいはい、はい。 やっぱりその数が出ると中には不具合もあったりしてそういうい送り出した製品のメンテナンスのリスクというんですかねあのそういうどれぐらいの頻度でとかその辺もちょっと加味していいいかななきゃいけないでですすよねねそう,ですねう,うこの商品に関しては、はい、そのネットワーク画像関係で出している、ええ、このブレーカーボックスって言ってるものなんですけど、はい、これは出戻りはゼロです。あ 基本自給生産になるんですか？その自社製品とこらへのあのいやある程度まとめて作って置いて在庫をでして売り切っていくのはじゃあもう完全に自社製品なんですね。そうですね、すごいですね。もうで戻りがないというのも素晴らしいですね。今のところそうですね。これに限っては。素晴らしい。ただあの徹底的にあの検査を行って完成体で収めてるんで、まあ。 ある意味強みなんですけど社内でその検査までしっかりやって収めてるから出戻りがない,い、うん、そこら辺もやっぱり制御技術みたいのが活かせる部分なんですかその検査体制っていうのも含めてあの半分半分ですかね<ー>機械に頼るところも半分だし、はい、技術に頼るところも半分だし、はい、ただこれに関してはやっぱりその設計者の優れたところと、うん、まあ製造とその検査体制が 融合してかなりいい具合にこうマッチングしてるんで、うん、まあそんだけあの数百台っていう数が出てるんじゃないのかなと、うん、まあ最近だとあの現場の職人さんの方からですね、うん、逆指名でこの商品がいいということで、うんはい、お客さんが言われてそれを購入してくれるっていうケースまで発展してきてるという話なのでね完璧ですね。ねやっぱり指名買いだと思うんですよ もうそれが何よりだなと思っはいえとそんなことで後半もあっという間にね時間が過ぎてしまって実は私的に言うとなんかツッコミどころが一つ分からないまま30分過ぎてしまったということですいませんもうちょっとツッコましていただきたいなということもありまして月次回たさらにもう一度お越しいただいてお話をお聞きしたいと思いますので。 えー、よろしくお願いしますよろししくお願いしますありがとうございましたりのものづくりサポータータズ即日現金買取り日本全国どこでも無料査定トラック買取りセンターアートフレンドオート希少車軽装甲車アスタム車仮装もしっかりプラス査定高額買取り手続き無料 直接販売だから高額買取が可能です整備や修理も専門のスタッフにお任せください高く売りたいあなたの気持ちに応えますトラック買取センターアートフレンドオートスモールさんは1600名に上る中小企業経営者と10名の専門家たちがともに学ぶ知的サポートネットワークです月2回ニュースが配信されそして全国にゼミが組織され毎月勉強会が行われています 入会ご希望の方はホームページからどうぞはいえっ、ー、とあっという間の。おー きょう僕神田社長の話を聞いてね、はい、えまあ神田さんってちょっと不思議な方だなーっていう印象なんです <laughs> あの外見もそうですし、はい、<laughs> やられてることもそうですし語り口もそうですし、はい、ちょっと自分的に言うと消化不良の状態ですよで終わってしまったんですけども。 今回はいろんなところからこうちょっとつまみ食いというかアラカルトのようになってしまったのでさらに今度私が聞きたいと思っているのは商品で出戻りがないっておっしゃってたじゃないそれからあのそんなに苦労もないって。 とかあの営業も難な,なくあのもう飛び込みでやってらっしゃるうもうとにかくすごくあのものづくりの,その小規模の会社様のいわゆる何かこう悩みを共有するチャンスがあるんじゃないかと勝手なこう私の思いがあったかもしれないんですねそこも簡単に崩された気分でちょっと今度はその技術の伝承がいかにうまくされてるかとかあとその品質の管理何かそこに味噌があるんじゃないかと。 もう一度頑張ってみたいと思います、はい。戦い <laughs> ましょう。はい。<laughs> はい、そんなことでまた、はい、次月ですね。次月ですね。12月も、はい。はい。もう年の瀬迫ってますけど。はい。またカンナ社長。はい。したいと思いますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。